3月のサッカー J リーグ開幕を前に、愛媛 FC は7日キャンプを行う鹿児島県に出発しました。松山空港で行われた壮行会では、スポンサーの日本航空の二川直人松山支店長が、キャンプでたくましさを身につけ、今季はさっき以上の成績を、1試合でも多くの勇姿を見せてほしいと激励しました。客室乗務員からバルバリッチ監督に花束が贈呈されました。今年からキャプテンを務める前野孝則選手が、一回りも二回りもチームとして成長できるように頑張ってきますと力強く挨拶しました。選手らはファンや客室乗務員らに見送られ、鹿児島行きの飛行機に乗り込みました。鹿児島キャンプは19日までさつま町を拠点に行われ、天皇杯準優勝の京都や J1 浦和など4つのクラブとの練習試合で実戦を積み、開幕に備えます。